とダンスが長いので、今日はショートバージョンを作ってまいりました。それをまず皆さんにご覧いただいて、皆様にもぜひぜひ踊っていきます。今見ていただいたように、生活に役立つアイコンタクトであるとか、お座りであるとか、待てである簡単な動作を取り入れているだけなので、ぜひ皆さんにも今日はトライしていただきたいと思うんですけども、アイコンタクトって皆さんご存知ですか？どうですか、そうさん。名前を呼んだら、ワンちゃんが呼んだ人の顔を見る。まずはコミュニケーションのスタートがこれになります。じゃあちょっとジュリキさんやってみて。しっかりワンちゃんお顔を見ますね。でお顔を見た時にしっかり褒めてあげてください。さあ皆さんもやってみましょう。ワンちゃんの名前は何て言うんですか？マリンちゃん、じゃあ呼んでみてください。マリンちゃん、あ、しっかり見ましたね。えらい。ちょっとでも耳傾けただけでも褒めてあげてくださいね。ワンちゃんの名前は何ですか？見てくれなくなるので、まずはしっかりと名前を呼んで、目があったらしっかり褒めてあげてください。そして一番最初、踊りの一番最初なんですけども、アイコンタクトしますね。その時に手の振り見ていただいたと思うんですけども、犬の鼻先から自分の方に手を動かすことでアイコンタクトを誘発します。最初にしっかりとアイコンタクトして、その後にこの手、ダンスですから少し上の方に上げていって持っていってポーズになります。その後右足を2つステップになります。さあ皆さん、ちょっとここだけやってみましょう。せーの、アイコンタクト、ポーズ、そして2つステップです。そうです。ここまで。でここからがお座り待ってになります。お座りという姿勢は皆さんほとんどのワンちゃんできますか？どうですか？お、もうシナウザーのワンちゃんバッチリ座ってますね。はい、じゃあちょっと一回ね、 OK って言ってこう立たせて、もう一回お座りさせてみてください。えらーい。そう、今のこのワンちゃんみたいに頭を少し上に引き上げてあげるとお座りしやすくなりますね。なのでしっかりと手を上に誘導してあげてお座りさせてあげてください。そうです、はい。で待ってなんですけれども、通常皆さんどんな時に待ってをさせますか？ご飯の時。そうなんですよ、ほとんどの方がご飯の時に待ってさせるんですけども、実はですね、私が教えたい待ってというのはご飯の時の待ってじゃなくって、お預けになりますね。それ食べないでっていう号令じゃなくて、動かないでという号令として教えてほしいんですよ。わかりますか？ただ食べないと動かないのは全然違うので、まずは動かない号令をちょっとどうやって教えていくかというのをやっていきたいと思います。最初にね、ワンちゃんの顔の目でパッて手開いて、犬がね、いきなりパッと手を開かれると何ってこうちょっと躊躇しますね。その一瞬躊躇して座ってる状態をしっかり褒めてあげてください。偉いね、ちゃんと座れたね。一瞬待てない子はずっと待てませんから、まずは一瞬でも座れたことを褒めてあげて、この次が大事なんです。号令を解除してほしいんです。 OK って言って犬を動かしてみてください。はい、もう動いていいよ。待ってと言われたらそのままの姿勢でじっとしている、もういいよって言われたら動いてもいいんだよというように、この号令のメリハリをちゃんとつけてあげて、動いていい時と悪い時をちゃんと教えてあげてください。あなたは待って、私は動くけどあなたは動かないということをしっかり教えておくことで、より一層待つという意識がつきます。お散歩行って玄関でお座り待っててねって言って、お雑巾取りに入って出てくるまで待っててくれたら便利じゃないですか。だから私がいなくてもちゃんと待っているのよということがとても大切です。なのでお座り待ってさせたら、私は動くけどあなた動かないでね、そういい子だねってしっかり褒めて、じっとしていることに対する報酬を与えてください。ですか？さあアイコンタクトからポーズ、立つステップ、前に3つ進みます。1、2、3、お座り待って、犬の前を通って、はい、トランプを踏み立てて、左にもう一度3歩歩いて、待って犬の前を通って、またぎますよ。ワンワン、手回し、さあそろそろポーズ、イエーイ。